挨拶ないですけど、ごめんなさい、モーリーです。ヒューガです。よーひょうじん、たかしだよ。乾杯おっぱい、一、2杯、金玉、ほいほい。というわけで、レオチームのバレー初練習でございます。おー、すごい。いやもうね、俺のチームは、まあ、誘った時から、はい、俺もバレー上手いよとか、うん、絶対負けねえよみたいなバチバチ で、うん、でグループラインも即組ん で、はい、でグループラインのみんなが使う絵文字炎みたいな絶対負けねえ炎みたいな炎バチバチじゃないですか。ジンタンチームのグループラインできたの1週間前です。もう差が出てます。もう差が弱いね、はい、大丈夫、ほんま0-21ありますよマジでなんですけども、はい、1人足りないじゃないですか。足りないです、うん、確かに。シルクさんがいない。いないですよね。なんとシルクさん今回参加できなくなってしまいました。え、この1回目今日全部1年通して予定入っちゃったみたいな。1年めっちゃ予定入ったらしい。なるほど、シルクさんらしいよ。それは嘘だ。ちょっといいですか、はい、リベロ確定でいいですか確かに、まあそうね、そうなりますよ、ね、まあ、なんですけども、はい、やっぱりシルクさんいろいろ事情があって、はい、来れなくなっちゃって一人メンバーかけちゃったんですけども、はい、まあ、どうしても8対8でやりたいということで、うん、本日新メンバーを呼んでおります。え、もう早い。それでは登場していただきましょう。新メンバーです。うわマジでやばいやばいよ。アデューアデューです。アデューです。マジでさ、おお受験だ。でもマジ身長も高かったし、リベロ枠だよね、身長。いや、もう分からんよ。いやいや、嬉しい。いや、キュー来れないもんね、あのシルクが。まずそうなんですよ、シルクさんが出れないってなった時に、はい、その時ちょうどガチヤマとかズキヤとご飯行ってて、うん、シルクさん出れなくなっちゃったんだよねって言ったら、俺バレうまいよ。嘘だ、マジで。お前本当の背景めっちゃ見てるから、イメージでね、まあまあ、なんで新メンバーズキヤです。はい、うわあ、やばかった。アデュー、緩くなった。今回記念すべき第1回目でとても豪華なゲストさんを呼んでるというか、僕たちが来たんですけども、協力してくれてる方々がいます。こんなに協力していただいてるのに手を組ん1時間遅れです。それ、ね、これマジでヤバいよ。本当に遅刻マジで。あの企画なんだ知らない知らない知らない僕たちが分かんない。さあというわけで、記念すべき第1回目の僕たちを支えてくれるチーム、はい、グレートピアーズの皆様です。はい、どうもヤンデカ、ヤンデカ、一気に晴れてます。ヤンデカ久々に僕より高かったあれピスタチオの方ですか。芸人をやめたのやめたのやめてこんなもんいじってきますね。いやすげえな、 YouTuber ちょっと怖いですいやもうすごいんですよ。バレーボールって V3、V2、V1 って分かるんですよね、はい、で、東京で唯一の V1 のチームで、すごいガチガチのプロの方々、僕たちもまるっきりの素人じゃないですか、うん、はい、なんで今日は一からプロの方々に教えていただきます。早速練習に入っていきたいと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。シッシ、じゃあウォーミングアップから、はい、行きましょう。股関節から回していきましょう。これからはい、声出していきましょう。はい、困ります。こういうのは怪我に繋がっちゃうんで、こういう準備運動しちゃうと繋がらないためにやってんじゃないの。僕の場合繋がっちゃうかもしれないんで、繋がるためのやつなんだから、ちょっと気をつけたいですね。危ないの。いいっすね、アドレナリン出てきました。こっそり
やめたい。おい、聞こえてるぞ。やばいよ、マジで。おい、まだ大丈夫。バスケ企画の時、結構ガチで練習してほしい。え、そう、杉田君もいる。みんなマジ顔バッサンだよ。知らんかった。あれ、お願いします。お願いします。いないよ。あれ、純平さん。お、あれ、純平。あれ、純平。テーピング。え、もうもうテーピング。怪我した。もう、生きんなよ、お前。え、もうお前。あ、セーブ。すいません、やりましょう。よし、やろう。はい、やろう、やろう。やりましょう。大丈夫。じゃあ、やりますか、じゃあ。ちょうどいい、かっこいい場所。まだやるの。全部やる。もう、全然ないだろ。シッシッ。次、キャッチボール。キャッチボールと、パスまで行こうと思います。はい、はい。ペアで基本的にやるじゃないですか。じゃあ名前呼んでいただいて、その YouTube に。はい。さあ、こちらで担当が。お、担当がある。テオ。はい。おれー。お願いします。いや、テオくんがセッター志望聞いたんで、セッターで呼んでみました。なるほどね。僕は、はい。おー。大きい。じゃあ、ちょっと打ちそうな感じがしたんで、めっちゃ打つやつ出てきました。なるほど、アタッカーね。ズキヤ。すいません。え、申し訳ないです。シルクさんに当てた。おい、なんだおい。あいつ、ネジネジ。はい。ほんまはシルクさんに当ててるのか、そんなないです。はい。はい。おー、ライブ、ライブ、ライブ。練習したやろ。あと、めちゃめちゃ。これ多分自分分かったかもしれない。こんなのどうしよう。そうです。待って。いや、マジうまいから。めっちゃ好きって言いました。もう。あ、そういうことか。あ、僕は。はい。お願いします。俺と思ったよ。全然俺と思ったよ。ヤジ担当できました。お願いします。お願いします。シッシ。じゃあ、こちらの方と4人こっちで、はい、こちらの4人行こう。はい、はい。死にそう。手首のスナップが大事なんです。これでちょっとボールにこう立て替えるような感じで、うまい、すごい。その時だけ力を入れて、力を入れるっていう感じ。ありがちなのが、ボールを上で取り持ってしまうと体に今飛ばせるエネルギーがないので、ボール絶対落ちてくるんで下で待つよ。はい、ここまで待って包み込むような感じでそのまま浅草さんもできます。ここまでうまいの見えない。マジで。
そのできるの。シッシじゃあアンダーパスで教えます。手と手を重ねます。で、まあ重ねやすい方でいいんですけど、で、踏みます。ボールの当てる位置はこうやって平行してボールが止まる位置。それで最後は重心移動でパスします。腕を振ると変なところにボール飛んでっちゃうので、重心移動でパスをするとまっすぐきれいに取れます。はい、おー、いい。うまい、大変なさ、バレて慣れたな。マジっすか。じゃあこれマジで痛い、本当にこれやばいよ。はい、このパンバリッてもう1個分ぐらい、なんか入ってるっていう。オッケー、ナイスナイス。一人だけ飲んでました。いいだろ。ネブヨ、ネブヨ宿舎さん一人だけで、みんなパスしてる時にあのスリップしました。準備準備準備、みんな頑張ってんだよね今。はい、みんな頑張ってんだけど、なんかこいつに言われた。こいつって言うなよ。こいつって言うなよ。こいつが作ってきた。あ、こいつって言うなよ。みんな頑張ってるのにめっちゃ水飲んでた、一人だけ。え、ここ小かわいいわ。水飲んでこんな怒られてい, やいいっすね。ダイパーしてから慣れてるっすね。いや全然、むしろ気持ちいいぐらいっすね。ちょっとカメラさん、ちょっと入る。やめたい。急に、なんか…次は…来てくれてるぞ。来てくれてるから今日。やばいね。やばい。マジで、ちょっとやばい。痛い。やっ。いや、俺、今ダイパーしてもいいっすね。いや、絶対痛くないやん。これ、痛くない。痛くない。こんな腕。やばっ。で、二の腕じゃん。痛い。やっ。これ、急が大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫。じゃあ僕捻挫してるんですよ。そう、なんか手が、ね、治ってなくて、3ヶ月くらい。やばい。人体が、こう、小指をこう動かせなくて。そんなところ使うか。誰が使うんですか。人体がやばい。壁を乗り越えねえな。ほう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 。よし、休憩終わりっすよ。しんどぱい。はい、しっかりちょっと恥ずかしい。シッシッ。うわマジ、これマジでした。はい、
毒入れてますから。うわやばいよ。ちょっとリベロ組む気か。こんなんなりました。いやいやこんなんなっちゃうんだ。一回閉じてるよ。もうありないです。さっきいないから。シッシッ。まずスパイクは助走が大事なんで、じゃあ左足でちょっと軽く助走をつけて、1、2で。左、左。で、最後の左足を自分の体の進行方向に対して垂直にすることによって、このままだと前に飛んじゃうんですけど、ここでストップをかけることによって、真上の力に変えることができる。だから、左。左で上に、じゃあちょっと一連のことでやってみます。じゃあはい、みんなで協力してやってみましょうか。せーの、左、右、左、じゃあ、右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 、で、助走と連動させてちょっとやってみます。左、右、左で、さあ、いい感じ。じゃあちょっと、一緒に何か練習してみてください。じゃあちょっと、じゃあ実際ボールをヒットするところを見てもらって、あとそのジャンプのタイミングみたいなのを頂点にして、ボール1個、2個分ぐらい落ちてきた時に、じゃあ頂点から1個、2個落ちてきた時に、帰りて。誰が止めるの？わかります。打ってきて落ちてきた方のポイント合わせていく。さっきのアップでやったやつ。いや、これよくあるのがずれるとこう落ちてきた時にもネットより下になってる時はどうしようもないんですよ。これをちゃんといいタイミングで打つと。やば。ポイントっていうのをある程度今のうちに把握してもらって、空中でそのポイントに合わせるっていう感じです。みんなプロみたいにうまい。プロや。全員プロや。じゃあせっかくなんでこれを。そうですね、2箇所か3箇所。いや、はいはいはい。多分これ純平さん受けたいと思うんですよ。純平さんは多分そういうの受けたい人は分かってたんですよ。純平さんでこうしたいと思います。そうっす。はい、怪我は自己責任で。保険入ってます。はい、保険入ってます。入ってます。よし、じゃあゴー。心配しちゃう。一人昭和モンスター。じゃん。はい。ごめん。おい。やばい。やばい。今日これ記憶飛ぶかもしれない。本番に入りますか。じゃあ。みんな今アップ終わったって。ミニゲームとかどうですか。ああ、やりたい。より最初にこうバレの試合っていうのを経験して。そう。はぶられてました今。入ってなかったよね。球拾ってたらなんか始まってました。呼んでくれないと。じゃあこっちもガチで。あれ、ここの対決を。先にまずどれぐらいかっていう、まず自分らがどれぐらいかって知らないと、まずは知ってもらわないと。じゃあお願いします。まず一旦やってみましょう。本当はコートに6人しか入れないんですけど、今日はもうルールとかまだわからないんで。舐められてます。やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。ワンパイ、オンパイ、2パイ、インターマン、おいおい、せーの、クレッピアン、怖っ、おいおい、オレンジ、オレンジ、
マジですごい。本当普通こんな多分できないんで。どうしますこの後。やってみたい。やってみたいですか。でも負けたじゃないですか。そんな感じで来られても。負けた側や。負けた側や。お願いされしたいんで、もうちょっとやりたいんだったら。最初から繋がるすごいじゃん。それをもっとやっぱより良いものにしたいから。オーカボーイセットお願いします。よいしょ。よいしょ。だから本当に実際あのスペックでかい。それなりに次はいけるぞ。どうするポジション変える。ちゃんと決めるかポジション。いや絶対俺はここでいい。ハリ君がこっち側でいったとしたら真ん中に行くんだけど、これは でもやっぱ負けは負けだからさ、これは終われないな、これは終われないな、俺たち3点でいいって言われてる。そうじゃあもう帰るわ。帰るから何願いの左側なん。誰か削ります。確かに。ああ何人にします。4人で。でも頼み方があるから。俺が行く。任せる。任せる。頼む。4人で無理やろ。無理。わかりました。考えてくんないとさ。あ、一旦順平行きます。順平さん入れます。僕たち本当に頑張りたいんです。 SNS に頑張ってます。もしやってくれなかったら顔を晒して落とし入れます。よろしくお願いします。選んでいいですか。こっちで4人にセットしてくれれば、セッターの音さんみたいな、ここで繋がっちゃうからセッターパブいて、うん、はい、そうですね。ダサいな、もう一個。8と5と11と20。それでいきましょう。よし。お願いします。何点で勝ち。3 3 3 2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 
6点目ですね。ちょっと1人多い。ところはもうどうあがいても勝てないと、ね、まあそうだな、そうだね、シッシッ。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？めちゃくちゃ上手でした。どんなに多分ラリーにならない、うん、初めてやった人たち同士で、はい、試合ってなかなかバレるのが難しいです、はい、それで試合になるのが正直もうちょっと試合にならないかなと思って。嬉しいね。そうですね。こっち結構ガチですから、はい、それにビビらない気持ちが楽しい。ジュンペはビビらないというか、こう構えてたら膝に当たる。早すぎて気づかない。でもこっからね、まだ今日初日なんで、こっから約1年間あるので、時間作って練習して人体チームに勝ちましょう。はい、はい、というわけで本日ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。テオくんチームバレー頑張ってんな。ジンタンチームも頑張ってる。チーム発足1ヶ月記念にグループ作ったよ。来月はユニフォーム作って、再来月は体育館予約して。いやこいつ1ヶ月に1ターンしか行動できない。もう余裕で勝っちゃうよ。冗談だよ、もちろん負けないぞ。次回も楽しみに。せーの、ピース、まあ、今日はやる、やってみて、で次は見る練習。ちょうどいいタイミングが、あの東京グレートベアーズのホームゲームが29日、30日とあるので、ちょっと特等席を用意したので、よろしければぜひ皆さん見てほしいなと思って。ご招待、今日教えてくれた人たちのガチの試合。ガチの試合。うわー、ありがとうございます。始球式を皆さんお願いを。バレー始球式どんなに。そう、こちらもしかいない。こちらもしかいない。鬼の集大じゃね。このままだと。ということで、はい、はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。